埋め合わせはしないです。お前わざとやってんだろみたいな。ゴミクズや。嘘つけ嘘つけ。僕は埋め合わせするためにいるんじゃないんで。なんかめっちゃかっこいい。かっこいいかっこいい。あれせーの、とんこつ。今日も PS してますか。恋のホソロジーチャンネル、略してホソロジー。それでは今回登場するホソロはこちら。はい、おはようございます。おはようございます。自己紹介お願いします。はい、じゃあ初めまして、アピッツのルカって言います。よろしくお願いします。アピッツのエイトです。お願いします。エイトくん。アピッツの一の世界です。お願いします。お願いします。はい、まあ、今回の企画はホスト大反省会。イエーイ。日頃からホストに通っている女の子はホストに直接言えない不満や悪口をホストの本人に思いっきりぶつけてみたいと思います。皆さん思う存分に反省してください。自分がゆっくり行きたいだけの店前同伴をやめてほしいです。はい、僕したことないんで分かりません。え、あ、ある店前同伴。僕は本当にないんですけど、エクさんどうですか。普通の人でいるやん。ある店前同伴したことは。ないことはないですね。おお、リアルじゃん。間に合いそうにない、だから遅刻したとか、もうちょっと寝てたいからとか、その子はそれでいいって言ったとかさ、その時の理由は。理由、僕は遅刻しそうだったからね。ああ、遅刻しそうだった。もうシンプル。え、それを伝えたの。遅刻しそうなんだけどみたいな。え、やべえ遅れるって言って、うん、やべえ遅れるって言って女の子はしょうがないなみたいな。そう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 。ああ、なるほど。え、けどなんかそれをちゃんと許してくれる子にしか言わないし、ね、え、でもさ、それって埋め合わせするのちゃんと。埋め合わせはしないです。埋め合わせしないからそういう不満が出るんだよ。これちょっともしかして募集したの。僕の姫。僕の姫ですかね。高い君はある。僕ないっす。じゃあ一回店前同伴でもいいからって言われた時に、うん、いやそんなしたくないよおえって言われて、うん、しなくていいって言ったんで。しなかったんだ。で逆にじゃあ店前同伴したっていう話をヘルプで聞いたら、うん、その分めっちゃおえって僕とかするんで。ああ、なるほどね。店前同伴、はい、私は結構あるかな。その時の理由は、まあ、なんか本数つけてほしいのと、なんか普通にワンタイで来てほしいのと、あと遅刻だね。やっぱ遅刻がめっちゃ多いんで、遅刻したからみたいな。あと罰金取られるぐらいだったら来てほしいみたいな。いや、葵さんどんな気持ちなんですか。どんな気持ち。しょうがないなみたいな。その時は好きだからしょうがないなっていう気持ちでいくけど、やっぱその埋め合わせとかがないとさ、だんだん不満になってくるじゃん、うん、それがさ、5、6回になったらさ、もう話違くねみたいな。お前わざとやってんだろみたいな。それが多分不満なんだろうね。罰金取られちゃうタイプなんだよ。ああ、どう。じゃあ女の子どうしたらいいと思う。解決してあげてよ。しょうがないって思うしかないっすね。ゴミクズや。か、担当によりけりですね。担当によりけりだね。次、はい、担当よりも友達の方がメンタル管理してる気がするんですけど、その辺どうお考えですか。メンタル管理をなんか女友達の方がしてたりするじゃん。勉強してくれる友達。そう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 。でも多分メンタル崩れるのが多分こっち側の責任なんで、そこはちゃんと僕らが解決しないとダメだと思います。この子真面目やな。いや、嘘つけ。ちゃんとしないやろ。嘘つけ嘘つけ。その女の子が言わない子だったらさ、多分気づかないじゃん。ああ、確かに。いや、そのお友達とも仲良くなりたいですね。おお、エロい。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 その友達ともワンチャン狙ってるでしょ。ワンチャン。ワンチャン。ダブル指名待ってるよ。ワンチャン狙ってるでしょ。女の子は女の子にしか分からない気持ちあるし。ああ、確かに。そりゃそうかも。そこは任せていい、いいと思うし。僕は免許をするためにいるんじゃないんで、いいと思います、それは。すごい、すごい。すごい、なんか。うん、まず僕はどっちだったらよしよし正直捨てるタイプなんですよ。意外と真面目とか真面目で、そう、じゃあ友達にね相談してます、うん、じゃあどういうことで相談したのって聞いて、まあ、言える範囲でいいからみたいなとか、言いたいタイミングでいいから言ってって言って。なんかめっちゃかっこいい。どうした。かっこいいかっこいい。あれあれ、かっこいいんで。かっこいい。グイグイだよ、グイグイ。ちゃんと聞くんだ。僕もね、ホストだけど、まあ一人の男の人として対応するみたいな。おお、なんか、なんか正解、正解出ましたか。女の子にしか分からないこともあるし、俺は俺で聞くから話してほしいってことだよね。すごい真面目だな、本当に真面目。真面目だね。俺は下手な本営信じてマウント取ってくるやつがいるので、本営かけるのはいいけど客観理をちゃんとしてください。と、匂わせする女の子とか別に気にしない、あんまり。僕あんま気にしない。何も気にしない、何も気にしない、別に僕気にしますね。気にするんだ。はい、ね、なんかめっちゃ頑張ってくれてんだったらそんぐらい許せる。別に気にしない。それはもう金使ってもらおう。あ、そっか。それしかない、それしかない。これ使ってなくても頑張ってくれてるのを知ってたら別にいいよ。匂わせは OK ということで。まあね、あんまりやりすぎも良くないということ、人に迷惑かけないぐらいの匂わせがいいよね。
これ悪口なんだよな。自分かっこいいと思ってんだろうけど、鼻毛とか鼻くそとかちょいちょい見えてるからな。指摘してプライド傷つけたらと思って見なかったふりしてるけど内心爆笑だからみたいな。ルカやん。ルカくるやん。鼻毛カッター買いました。ルカやん。鼻毛カッター買った買いました。ルカやん。鼻毛カッターめっちゃいいっすよ、ぜひ。担当がめちゃめちゃ好きだったら多分、うん、鼻くそまで可愛いと思うし。あーそう、分かる。そう、分かる。指摘するとさ、プライド傷つくもんなの。いや、僕傷つかない。傷つかないです、全然。あ、本当に、はい、全然。ラピッツのメンツがもし鼻毛出て鼻くそついてたら指摘してあげてください。はい、ルカ君にいっぱい言ってください。はい、こっそりこっそり言うわ。見た目ばっかりハイブラで着飾って中身すっからかんすぎなんだよ。誰や誰や。この中で見るな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 。中身もないのに見た目もしょぼいやつより、うん、じゃあ見た目だけでも飾り付けといた方がいいんじゃない。確かにそれはそう。ポスターだったらね、やっぱりね、見た目に気使ってる子の方がいいからね。ブランド着るのは当然だよね。絶対そう。中身クソなんだ。クソなんだ。そう、調子いい時だけ頼ってきてこっちの願いは聞いてくれないのは何なの。それは単純にごめんなさい。謝るね。正直、まあ、売れてる人とかお客さんが、まあ、結構いる人とかはいろいろおのおの頑張ってくれてるのも知ってるし、その頑張りの分を言ってたってます、うん、で、まあ、じゃあその時だけ頑張った子とかにはもうその使う時間をもう予定入れてるからないよねっていうのもある、うん、だからその時だけ頑張られても毎回頑張ってくれないとこっちから時間を使おうとか、まあ、アフターしようっていうのはならないから。うん、まあまあ、お金の使ってる金額じゃなくて歴には勝てないのかなって思っちゃうんだけど、どうなのそこは。いや、そこで優先順位つけるの自体が間違い。まずそもそも、おそも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 、うん、別に誰が上誰が下とかじゃなくて、でもわがまま言う子の方が大事にされるみたいなイメージがあるんだけど、逆逆逆逆逆ですね。なんか何も言ってくんなくて大丈夫なのかなと思っちゃう。心配になる。だからこっちから提案するようになそう。おお、え、逆にどっちがいいの？言った方がいいのか、それとも言わない方がいいのか、どっちがいい？いや、そこ難しい。まあ、たまりはやったら全然言ってくれる、ね、言った方がいい。そっちが方がいい。けど何も言わないで頑張ってくれる子に対しては、うん、どっか行こうとか、うん、それを提案するし、なんかいい子でいる方が絶対いいし、いい子でいる方がね、大事に扱われるからね、うん。で、今回女の子の不満を聞いたと思うんですけどもね、これからね、来る女の子とかに向けて一言。鼻毛とか全然注意してもらって、鼻くそとかも全然つけてもらっていいんで、ぜひ会いに来てください。逆につけてもらって、はい、ご褒美、それはご褒美だよ、お前。つけてください。お願いします。なるほど。もっと頑張ってくださーい。おい、楽しかったらそれでいいかなって思ってるんで、まあその分僕らも楽しませるんで、お金使ってくださーい。ということで、めちゃくちゃ素直な意見が聞けました。今回はありがとうございました。ありがとうございました。じゃあね、不満があったりする子はですね、またどしどし、もしかしたら DM ください。待ってます。じゃあみんなが答えてくれて本当にありがとうございました。それじゃあ、アピッツ遊びに来てね。またね、バイバーイ。絶対来てね。来なかったら。わーい。そういうことや。皆さん、ホスラジチャンネル登録してね。よろしくお願いします。